レッド・チェッペリン、レッド・チェッペリン、LED ・チェッペリンは、イギリスのロックバンド。略称は、ゼップもしくは、LED ・ゼップ。なお、チェッペリンはドイツ語の発音であり、英語の発音は、レッド・ゼプリンに近い。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第14位。日本では、ディープ・パープル、ブラック・サバスと並んで、 三大ハードロックバンドの一組とされる。1968年に、レッドツェッペリン愛でデビューした彼らは、音楽シーンに革新的なハードロックサウンドを提示した。アコースティックナンバーも多く、ブリティッシュトラット、フォークから中近東音楽にわたる幅広い音楽性を持つ。彼らはテレビでの演奏を拒否し、プレスに対し辛辣な態度を取るなど常にマスメディアと距離を置いており、 最初期を除きテレビではほとんど演奏しなかった。しかし、小さなクラブや大学のステージでの演奏が口コミで伝わり、人気を獲得していき、ジミー・ページが望んだ通りの莫大なアルバムセールスを記録した。当時は、まずはシングルを出し、それをラジオやテレビで流した上でレコードを買ってもらうのが普通であったが、彼らが本国イギリスで発売したシングルは、 胸いっぱいの愛を、と、トランプルドアンダーフットの2枚のみである。しかも、胸いっぱいの愛をにおいてはイギリスでは、シングル発売直後、差したる理由も発表されないまま回収されている。1995年に、ロックの伝道入りを果たし、2004年には、日本ゴールドディスク大賞を受賞。2005年には、グラミー賞、厚労賞を受賞。2006年には、UK ミュージックの伝道。 UK Music Hall of Fame 入りを果たしている。スタジオセッションギタリストを経て、エディック・クラプトン、ジェフ・ベックに続く、ヤード・ワーッツ最後のリードギタリストとなったジミー・ページが、当バンドの録音を経験するうち、レコード制作に要求される配慮やボーカリストの重要性に目覚め、偶然性も加わって、オーソリティとも言える各パートのメンバーを揃えて結成されたものとされる。 1968年初旬、ジミーは、ミッキー・モスとプロデュースのドノマンの代表曲、ハーディ・ガーディマンのスタジオセッションで、ジョン・ポール・ジョーンズ、後にエンジニアを務めることになるエディ・ックレイマーと共演する。ヤードバーズは、1968年7月7日のコンサートを最後に、キース・レルフ、VO とジム・マッカーティ、DS が脱退。クリス・ドレア、ビート・ジミーは、 同じミッキー・モスト・プロダクションにいたテリー・リード、v o G と、プロコル・ハルムの BJ、ウィルソン、DS をメンバーに誘うが、リードには、自らのバンドのアメリカツアーが決まっていたため断られ、ウィルソンには、プロコル・ハルムが成功しているとして断られた。ところが、すぐに、テリーから、シンガーを見つけたとの電話を受け、バンド・オブ・ジョイで歌っていた、ロバート・プラントを推薦。 ジミーはパフォーマンスをチェックし、採用した。そして、ロバートが、そのバンドオブジョイにいた、ボンゾことドラマーのジョン・ボーナムを紹介する。ボンゾは、1968年7月に、アメリカのシンガーソングライター、ティム・ローズのイギリスツアーに参加しており、ハムステッド公演での演奏を見たジミーは、彼をバンドに加えることを決め、アメリカに滞在中であったピーター・グラントに、 国際電話をかけて報告した。だが、ボンゾの加入はすんなりとはいかず、プラント曰く、当時何らかの理由、一説には、当時テイスト結成前のロリー・ギャラガーとバンドを組みたがっていたとされるで、バンドへの加入を固くなに拒んでいたボンゾを、ロバートとピーターの両名で合計四十回近くにも、なる連邦での説得を行った。また、ドレヤがカメラマンに転向するとして脱退。 そこで以前からセッションを通じ知り合いだったベーシスト、キーボーディストのジョンを誘った。ジョンは黒人音楽に精通するアレンジャーとしての地位をすでに確立していて、ジミー同様若くしてセッションミュージシャンとして活躍していた。ボンゾは最終的にロバートがお前はこのバンドに入るんだよ。とロンドンのスタジオまで引っ張っていった。ジョンは ロンドンの小さなスタジオで最初に4人でセッションした時のことをこう語っている。当初はヤードバーズとしての契約が残っていたため、スカンジナビアツアーをニューヤードバーズとして行う。この時すでにレッドツェッペリンのデビューアルバムの収録曲が演奏されている。レコード会社がツェッペリンとヤードバーズで違うのは、ページが当時ヤードバーズの所属していた。 レコード会社の商業主義とポップロック思考に嫌気がさしていたからである。帰国後、すぐにアルバムを録音。1968年10月15日、サリー大学でのイギリス初のコンサートでは、ニューヤードバーズフィーチャリング LED チェッペリンと名乗っている。ヤードバーズは、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでコンサートをするなど、ビッグネームであったか。 古いポップグループのイメージが残る名前と、決別したかったため、解明したとも言われている。ヤードバーズの音楽性を継承しつつも、ブルースを下地にした、ハードロックをより推し進めた彼らのデビューアルバムにおける、音楽性について、同じミッキー・モストプロダクションにいた、第1期、ジェフ・ベックグループがヒントであったと指摘されることもある。ジェフ・ベックは、セッペリンのステージを見て、あれは、 俺のパクリだと言ったらしい。ちなみに、ジミー・ヘンドリックスのステージを見た時も、同じような発言をしたと言われる。1966年5月16日、ジェフ・ベックのソロシングルの録音のため、ベックとジミー・ページ、ギター、ジョン・ポール・ジョーンズ、ベース、ニッキー・ホープキンス、ピアノ、キース・ムーン、ドラムス、ザ・フーの5人によるセッションが行われる。 このセッションは非常に充実したもので、5人中4人はパーマネントなバンドとしての活動を希望したが、ジョーンズが乗り切れなかったことと、いいシンガーが見つからなかったことを理由に、その計画は頓挫する。その時に、ムーンが、もしも俺たちが今いるバンドを辞めたら、きっと向こうは、鉛の気球、リード、発音は、LED バルーンみたいに急降下するだろうぜと発言したことによる。 ゴーダウンライク、A リードバルーンは、ポシャルという意味の慣用句で、ムーンの口癖であったという。そこから、マネージャーのピーター・グラントが、LID と誤って発音されるのを避けるため、リードを LED に、バルーンをゼッペリンに変え、バンド名が LED ゼッペリンに決まったとされる。また、デンマーク公演の最中に、ゼッペリン飛行船の開発者の子孫である、エヴァフォンゼェッペリンに、 ファミリーネームの無断仕様で訴えられかけて一時、ザ・ナブス、ザ・ノブス、イコール紳士たち、または、陰形の陰語と名乗っていたこともあった。エヴァは、法廷で、金切り声を上げて飛び回る猿どもに、当家の栄誉ある名前を名乗らせるわけには参りませんと、宣言したという。1968年10月に録音したアルバムのテープは、 ページとマネージャーのピーパー・グラントとの共同出資によるものであった。そのテープを持って渡米したグラントは、当時としては破格の20万ドル、当時の日本円にして約7、200万円でアトランティックレコードと契約。グラントがマネージメントしていたジェフ・ベックが、バニラ・ファッジとのアメリカツアーに参加できなくなった代わりに、レッド・チェッペリンを送り込み、12月26日から参加させる。 このツアーでチェッペリンは爆発的な評判を呼び、1969年1月12日にアメリカで発売予定のデビューアルバムに5万枚の予約が入り、全米10位、イギリスでは3月28日に発売され、全英6位となっている。1969年10月に発売されたセカンドアルバムは英米共に7週連続1位。 1970年10月発売のサードアルバムも英米共に1位となった。1970年のメロディーメーカー誌の人気投票でもビートルズを破り、ベストグループ1位となった。その後も解散するまで全てのアルバムがメガセールスを記録、コンサートツアーでの観客動員数はトップであった。各メンバーの担当パートにおける実力に裏打ちされた感性や音楽性、 ドラムスの独特のグルーブ感、当初ページが中心になり、後に、プラント、ジョーンズそしてボンゾーも参加し始めた楽曲は、ブリティッシュハードロックの聖域と呼ばれた。ライブでは、即興演奏をし、胸いっぱいの愛を、や、幻惑されて、ノークオーターなどは30分以上に及ぶこともあった。一般に単なる、ハードロックバンドの一種であると誤解されやすいが、 典型的なハードロックにとどまらない楽曲が非常に多い。アコースティックギター中心の曲も多く、トラット、メローなバラード調をはじめ、民族音楽的要素、ファンク、サイケデリック等々、様々な音楽を取り入れ、自分たち流に作曲、演奏し、1980年に解散するまで、その音楽的独自性を高めていった。BR チェッペリンは結成当初トラット、 フォークロックバンドとして活動する構想もあったと言われている。これは、ページのフォーク思考とプラントの民族音楽思考などもあってのことだったが、結果的にジョン・ボーナムというヘビーでパワフルなグルーブを持つドラマを得たことにより、バンドは基本的に強音のロックを思考することになる。BR ページとプラントのフォークトラッド思考も天国への階段をはじめ、 セッペリンの様々な曲に大きく影響している。BR また、パンクロックの象徴とも言うべき、セックスピストルズのジョン・ライドンが、当初レッドセッペリンをダイナソーロックと別称していたが、1980年代以降は、自らのステージでカシミールを歌うようになり、さらにプラントに対して、カシミールのような歌詞はとても書けないと告白した。他にも、フィジカルグラフィティに収録された。 トランプルド・アンダー・フットが当時ニューヨークのアンダーグラウンドのディスコで黒人たちの間で盛り上がり頻繁にプレイされたことなどが挙げられる。ライブツアーの行われた年は以下の通り、1980年9月24日のドラマーのジョン・ボーナムの事故死、過剰飲酒後の就寝時に土砂物が喉に詰まったための窒息死によって同年12月4日に解散を表明した。 後継者として何名かのドラマーが名乗りを上げ、バンドでも人選について議論されたが、ボーナムのドラミングには4人の模倣を許さないほどの特徴があり、彼のバンドサウンドへの貢献度は非常に高かったため、彼、なしでのバンド継続は無理と判断された。1982年には彼への追悼アルバム、コーダが発表された。1985年のライブエイドで、 フィル・コリンズがパフォーマンス中、ロバート・プラント、ジミー・ページ、ジョン・ポール・ジョーンズを呼び込み、ロックンロール、天国への階段、胸いっぱいの愛を、を演奏したドラムスは、トニー・トンプソンとフィル・コリンズ、天国への階段の、ベースギターは、ポール・マルチネスが担当。なお、フィル本人の後日のコメントは、セッペリンと共演したいがためにイベントを利用したという。 ものと、なり行きで決まっただけで彼自身は、望んでなかった、という正反対のものが残されており、真相は不明。ちなみに演奏には、大きなミスがある。この時は、LED ゼプリン名義ではなかったが、その後、残りの元メンバー3人が集まった時のみ、1988年の、アトランティックレコード40周年コンサート以降は、ジョン・ボーナムの息子であるジェイソン・ボーナムが、ドラマーとして参加。 LED ゼプリン名義のステージパフォーマンスが何度か行われている。2003年にはページの監修による映像作品レッド・チェッペリン DVD が発売された。5時間20分にわたってチェッペリンの初期から前世紀のライブが楽しめる壮大な作品であるが、チェッペリンが活躍していた頃はミュージシャンが映像を制作することがあまり盛んではなく、ページ本人が マッチ棒でお城を作るようなものというくらいの大変な苦労を経て制作された。どうしても映像が揃わない部分にブートレックの映像が使用されている。また、この作業の時に見つかった音源を元にして3枚組、ライブアルバム、伝説のライブ、現代、ハウスエストワスワンが制作された。2007年12月10日には、ロンドンのオーニアリーナにて、 2006年12月に死去したアトランティックレコードの創始者アーメット・アーティガーを追悼するチャリティーライブとして先日のメンバーで人よ限りの再結成が行われアンコールを含め約2時間の演奏をしたこのライブには実に世界50カ国以上から彼らのファンが訪れインターネットを経由してチケット購入の登録を済ませた約2500万人の応募者から 抽選で約2万人の観客が選ばれた。観客の中には、チャリティーオークションに出品された1枚のペアチケットに、8万3千ポンド、約1、900万円もの値をつけ、購入した者がいたことでも、話題となった。それまで数回の再結成を不本意なものと感じていた。彼らは、この日のためにリハーサルを繰り返し、その結果、多くの人を感動させるパフォーマンスを聞かせた。 この再結成は、彼らの本国を含め世界各国の新聞やテレビのニュース番組でも盛んに報道され、話題になった。会場には、ポール・マッカートニー、ミック・ジャガー、デビット・ギルモア、ジェフ・ベック、ポール・スタンデー、カーク・ハメット、チャド・スミス、ノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガー、ケイト・モス、ナオミ・ギャンベルなど、多数の有名、著名人の姿があった。 このライブでのパフォーマンスは BD、または DVD と CD という形で、祭典の日、現代、セレブレーションデーとして作品化された。セッペリンの残した音楽性や奏法は、今なお更新のヘビメタルミュージシャンに多大な影響を与えているが、政治性や社会性を帯びたストレートなメッセージ作品は、ほとんど残していないと言われている。セッペリンの特徴は、 神秘性、オカルト思考、クロマ術、宗教性などであるとも指摘されている。またページはビジネスマンとしても評価された。彼らの挑発やオカルト思考、ツアーの間の騒ぎなどは、キリスト教関係者には脅威を与えたが、政治通には脅威を与えなかった。というのも、彼らが1960年代後半から1970年代前半に多く見られた。 プロテストソングのような反体制的な歌詞を歌わなかったからである。バンドのアルバムにはヘビーなサウンド、演奏技術にケルト文学の知識があるロバート・プラントの歌詞も加わった。天国への階段の歌詞はメタルファンの少数から資本主義に対する継承と勘違いされたが、バンドに政治性は全くなく、プラント自身は後のインタビューで深い意味なんてないと語った。 また、ページやプラントが、歌詞や行動を通じてほのめかしていた神秘主義、アレースター・クローリエの系統など、クロマ術、オカルトやケルト趣味は、バンドの背景に神秘的なイメージを与えていた。一方で、1971年9月の来日時に、旧広島県立総合体育館で、チャリティーコンサートを開き、当時の金額にして、約700万円の売上金を、 広島市役所を通して原爆被災者に寄付している。ページは広島を訪問した際には原爆ドームを見て泣いている。1970年代後半にはレッドチェッペリン、ローリングストーンズやピンクフロイドなどのハードロックやプログレッシブロック、産業ロックを激しく批判するパンクロックやニューウェーブが一大ムーブメントとなった。レッドチェッペリンもダイナソー。 恐竜イコール時代遅れロック、オールドウェーブというレッテルを貼られてしまった。レッドツェッペリンはそういった流れの中、1979年、アルバム、インスルージアウトドアを発表。アルバムは英米のみならず、世界のチャートでの売り上げは好調だった。1990年代には、パンク、ニューウェーブを通過した、オルタナティブロックが、ロック界に新風を巻き起こした。その中でも、 ニルバーナやパールジャムに代表されるグランジロッカーたちは、モトリー・クルーやボンジョビといった HR、HM バンドを軽蔑、酷評しながらも、レッド・チェッペリンやブラック・サバスといったバンドからの影響を口にしていた。カート・コバーンは、ヒット曲のリフを産業ロックのボストンの曲のリフを参考にしたと発言している。2000年代には、ガレージロックリバイバルの代表格、 バンド、ホワイト・ストライプスのジャック・ホワイトが再結成ライブに、再チェッペリンを嫌う奴は信用していないなどと発言。解散後の1980年から2010年代に、入ってからもヘブイメタルファンの支持は手厚く、世界でアルバムは、売れ続けている。日本では、渋谷陽一や沢尻エリカも、ツェッペリンファンであることを公言している。1980年代中期前後以降、 ロックではなく、R&B やヒップホップなどのシーンにおいて、レッド・チェッペリン独自のグルーブ感、リズムが再評価され、レビー・ブレイクなどがビースティ・ボーイズなどによりサンプリングされるようになった。現在では、レビー・ブレイクのドラムスは、サンプリングにおけるスタンダードの一つになっているまた、2005年にイギリスのロック専門ラジオ局、プラネット・ロックにおいて行われたリスナーによる投票で、 各パートにおけるベストパフォーマーを選出し、架空の究極バンドを作るという趣旨の企画、究極のバンドアンケートにおいて、結果的にレッド・ツェッペリンのメンバーがボーカル・ギター・ベース・ドラムに各パートで1位を独占するという現象が起こり、究極のバンドは実在していたという結果が出された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。